あれやな、あれが古墳の跡ですよ。丸くなってしまってますね。まあまだいろいろ工事やってはるんやね。ないぶん前からやってはるけど、なかなか工事は終わらんかね。ここに看板が、これが七冠の古墳でございます。32m の円墳、3.8m、5世紀の後半、前半かね。七冠の古墳、円墳。ただ公園にしか見えないね、こうなったらね。ただ円墳でございました。はい、ありがとうございました。七冠の古墳でございました。これでしたか。展望台。ずーっとだいぶ前から展望台があるのは分かってるけどね、なんかあれに向かって行っとるからね、これ 見えてないよね。いや、見えたんかもしれないけど分かってないね。じゃあ上上がってみましょう。高さが下から10mちょっとあるかね、13、14mあるかね。はい、初めて来ました。看板とか地図とか見るとね、これ載っとるんでね、あれ全然見えがね、あれそうかね、仁徳線になるよ。こっちはどこへ履修、これが履修点になるよ。いや、なかなかいい眺めでございます。あの辺が博物館あたりだね。ずーっと境の半分か、半分が7ってるな。